5月5日香川のプロレス団体うどんプロレスが琴電琴平線を走る電車で試合を行いました。16人の選手が参加した今回の試合、電車のシートや吊り革を使った技が次々と繰り出され観客を魅了しました。コミカルなやり取りも健在です。サインするぞ、よしよし、ありがとうございます。お前のサインなんか見たほうがいいな。電車の中だけでなく途中の駅では場外乱闘も繰り広げられました。気持ちいい、いやー、今回も琴電のマスコットキャラクター琴ちゃんが参戦。束になってかかってくる選手たちをものともせず3度目の優勝を飾りました。以上、高松経済新聞がお伝えしました。